愛知県から来ていただきました森です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけど、森さん、はい、ドリンクバーってあるじゃないですか。ああ、ファミレスのやつですか。ああ、そうです、そうです。あれ、すごい便利でいいじゃないですか。はい、まあ、便利ですね。なんか、混ぜるみたいな。ああ、よくありますよ。ありますよ、ね、行ったら絶対ありますよ。僕、やったことないんですよ、あれ。え？あ、やれるんですか。いや、ちょ、やってみたいんですけど、なかなか、やったことないんですよ。やる機会がなくて。あ、今ステージ誰もいませんし、自由に使っていいんじゃないですか。あ、じゃあ、やりますか。やっちゃいましょうか。チキチキミックスジュース。拍手。はい、それでは2面のサッカーさんの皆さん、ステージの方上がってみてください。はい、お願いします。僕から見て奥から順番に M、E、D、C、A の順番にお座りください。まあ、このゲームはドリンクバーのような生半可なものじゃないので、はい、皆さんに頑張っていただきたいと思います。はい、体を張ってもらいます。それではネームを首からかけてお持ちください。あ、ちょっとネームが壊れちゃったみたいですね。どうしますか。ちょっとアシスタントちょっとネームの紐取れちゃったみたいなんで、ちょっと見てもらってもいいですか。どうせそうですかね。はい、じゃあちょっと見てあげてください。少々お待ちください。お待ちください。すみません、こちらのトラブルで。はい、ということでミックスジュース説明していきたいと思います。はい、今このように、机の上に小さなコップにいろいろな種類のドリンクが用意されています。はい、それを各々片方の人がこの大きな瓶に、入れていってもらいます。で、その入れたやつを、もう片方の人に飲んでもらうというゲームになってもらえなっています。まずこの中にいろんな種類入れてもらうんですけど、自分の入れたい数、入れたい種類でいいので、それを入れてもらいます。そこから一番上の黒い線まで水で増します。そしたらそのまま置いて、次のもう片方の人に飲んでもらうんですが、それをストローで飲んでもらいます。一番上から2本目の線まで飲めたら5ポイント、3本目まで飲めたら10ポイント、4本目まで飲めたら最後まで飲めたら20ポイントとなっています。はい、そうですね。ここで注意事項を説明させていただきます。はい、まず作る人と飲む人が違うので、作る人は相手が、まあ、ギリギリ飲めるだろうなってところでやめといてください。はい、そうじゃないとね、吐いちゃったりするかもしれないんで気をつけてください。はい、またその吐く、もしまずくて吐いちゃう際ですが、後ろにバケツを持ったアシスタントがつくので、もし吐きたくなったらそのバケツに吐いてください。はい、しかし吐いてしまうと、このゲームでその課がもらえるポイントが0ポイントとなってしまうので、書かないようにしてください。はい、ということで、相方のね、飲める量っていうのを分かってないとこのゲーム難しいですね。はい、そうですね。それでは早速やっていきたいと思います。森さん、くじで順番決めてもらって、ね、それでは各々1人ずつ代表者出て森さんのところに行ってください。はい、では1人1本ずつ引いてください。はい、はい、1本ずつでお願いします。それではくじを見たら数字を覚えて森さんのくじの中に戻してください。くじを戻してください。いい感覚がくじを戻してください。いい感覚がお願いします。戻してください。はい、ありがとうございます。それでは早速、はい、一組目の方にお願いしたいと思います。それでは1番を引いた学科、はい、いかがかた、じゃあ混ぜる役、飲む役決めていただいてると思うので、混ぜる役、前の椅子にお座りください。はい、ありがとうございます。はい、それでは瓶の蓋を開けて、椅子に座って瓶の蓋を開けてください。はい、それでは入れたいもの、いかがかたから見て右手側の飲み物5つ、はい、4つは1ポイントですね。これ食材のポイント1ポイントで、左側が5ポイントになっています。はい、こちら1ポイントの方は量が多いので全部入れてもらいます。量が多いですが全部入れてもらいます。はい、それではイカの方もどんどん混ぜていってください。はい、まずトマトジュースですね。トマトジュース入れていきます。5ポイントです。量が多いんでね。はい、たくさん入りました。
続いて何を入れるんでしょうか。こちら、あ、焼肉のタレですね。これは、でもこちら一つしょっぱいので美味しいんじゃないでしょうか。はいはい、全然まだいけますね。まだマジックはなってないですね。何入れるんでしょうか。これはレモン、レモン汁。これも焼肉関係ですね。焼肉が好きなの。そうですね、焼肉のタレ作ってるような感じですね。続いて何入れるんでしょうか。これライブですね。今のところ美味しいですね。全然美味しい。次、しかし、これ美味しいですが、今全部5ポイント。はい、そのポイントを高くしていきます。もうよかったら、水で一番上のプレステまで入れてもらえます。はい、これだとまだ美味しいんで飲めちゃうんじゃないですか。そうですね、ポイント稼ぎたいなら、おっ、これはこれはあ、これわさび、え、わさび、わさびですね、わさび。水にわさびを溶かしたことですね。こちらも辛いですが、あ、匂い大丈夫ですか、これ。あ、大丈夫です。大丈夫ですね、はい、まだいけます。今5ポイント、5個入れて25ポイントですね。はい、大量得点ですね。はい、ここで水を、ということで一番上の黒い線まで水を入れて蓋を閉めて待っていてください。はい、はい、一番上まで、はい、OK です。明日、それでは蓋を閉めてください。こちらもほとんどトマトジュースの色なんで、まあ、数ではないかもしれないですね。普段、はい、左の机に瓶を置いて自分の席に置いてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは続いて2番を引いた方、C型です。はい、C型の方では混ぜる人、はい、前の席に座ってください。瓶を1つ持って、あ、ありがとうございます。少々お待ちください。はい、準備があるので少々お待ちください。交換してます。いや、なかなかいい感じの人、5ポイントいっぱい入れてますね。あれ、これちょっと、これラー油めちゃめちゃ浮いてますね。ちょっと怖いですけど、頑張って飲んでもらいたいですね。それでは準備の方整ったようなので、シーカの方、どんどん混ぜていってください。瓶を開けて混ぜていってください。はい、先ほどのね、いい感じの方はちょっと美味しそうなものができたので、はい、はい、これよりもポイント上げて、どこまで混ぜてしないか。まずはトマトジュースですね。トマトジュース、こちら多いんですけど、皆さん躊躇なく入れますね。はい、続いて何入れるんでしょうか。はい、こちらはこれはレモン汁ですね。レモン汁ですね。レモンですね。今のところ美味しい。まだトマトジュースが酸っぱくなっただけですね。はい、これは酢ですね。まだ酸っぱくなっただけですね。どんどん酸っぱくなる。酸っぱいトマトが今できただけですね。はい、続いて何入れるんでしょうか。どうなるんでしょうか、こちらから。それ醤油ですね。皆さん辛いものが好きなんですけど、はい、どんどん味が濃くなっていきますね。全然甘いものが今まで入ってないんですけど、1ポイントの方は入れないんですね。はい、ここでわさび、わさびですね。わさびが好きなのか分かんないですけど、続いて1ポイントの方を入れます。1ポイントの方どれを入れるんでしょうか。ラー油入れていいよという指示が入りましたね。俺なら飲めるぞという意思が出てますね。焼き肉のタレ入れます。5ポイントどん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 、あ、全部、そのまま全部入れてもらいますね。はい、ありがとうございます。これで5ポイントのドリンク全部入れましたね。1ポイントはもう甘いジュースばっかり。1ポイントには目がないということでしょう。はい、あ、もうどんどんいきますね。ファンタグレープ、ファンタグレープ全部一応勢いなんじゃないですか。もうどうでしょうか。おっと、はい、ここで終了ということで、水を入れていきます。さっきのイカよりも全体の量が多いですね。そうですね、半分がこのドリンクだったんで、はい、まあ、味は濃いものになっていると思います。はい、それでは蓋を閉めて、イカを蓋を閉めてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。色はこちら同じですね。同じですね。トマトジュースがちょっと強いのかなっていう感じもありますけど。はい、それでは次のカに移りたいと思います。はい、サンマを引いたカは、サンマ引いたカ、はい、ですね。それでは作る責任をお座りください。瓶を一つ真ん中に、はい、ありがとうございます。はい、演歌の方はどんなジュースを作ってくれるんでしょうか。はい、おっと、トマトポイントどんどん入れてきますね。あ、全部これ行く勢いですね。トマトジュースは残ってますが、はい、これも行きました。レモン汁、皆さん、6ポイント全部入れちゃうんですね。はい、三ツ矢が入りました。三ツ矢が入ります。黄色いやつ入れないですかね。黄色いやつ入れてないですか。
これはコーラですね。コーラを気の抜けたコーラです。コーラは抜いときました。あ、これ元気が出るですね。あ、モンスターが出ますね。はい、これで終わったということで、あ、これもファントディネプリが全部入れましたね。はい、相当高得点になっております。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これみんな飲めますかね。どうですか、なんか外角のこと考えてるのかしらますけどね。そうですね、ちょっと、まあ、はい、いけるんでしょう。はい、いけるんでしょう。それでは次、4番目の方、4番目の方、D カーですかね。 D カーの方、食べる方にその上を教えてください。はい、それでは準備をします。少々お待ちください。これ E か C か M かの字がどんどん膨らんでってますね。ちょっと徐々に黒い色になってってますけど、ぜひ頑張ってください。皆さんもう競り合っちゃっても、まあこっからはもう頑張ってなかったですね。これも一緒。得点はもうほとんど近いですね。皆さん近いですね。皆さんもほぼ全部入れちゃってるんで、どれだけ飲めるかが勝負になってくると思います。はい、それではお願いします。トマトジュース、定番のトマトジュースですね。こちら皆さん大好きです。焼肉にタレが入ります。はい、ここでわさびスイーツ、入れてください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちゃんと入りました。レモン汁、チーズはもうありません。ラー油も入って、最後酢と醤油ですね。これは入れるんでしょうか。はい、まず酢は入れました。そして5ポイント醤油が残っていますが、こちらも入れました。どん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 5ポイントが入っていく。はい、安定の5ポイントですね。そして最後入り、コーラも入り、モンスターも入り、モンスターも入り、最後ファントニネプルが、はい、こちら入りましたね。コンプリートですね、こちら。はい、これだと、あ、ラインまで行ったら入れなくても大丈夫です。水なしで、水なしで、ね、もうこれ、味ダイレクトに来ますね。とても濃い味が出ちゃいましたね。はい、こちら、全部飲み切れるか不安ですが、相方の方に頑張ってもらいましょう。はい、そして最後、栄華の方、混ぜる方に質問をしてください。混ぜるの女性なんですね。はい、この方が S だったらちょっとやばいですね。はい、それでは準備お願いします。はい、それではドリンク交換お願いします。瓶を右の机に移動してください。はい、この一つ前のね、リーグが全部入れちゃったんで、はい、まあこれで、ね、入れちゃう可能性も全然ありますね。最高ポイントはもういってますからね。さて、映画の方は何を入れるんでしょうか。それではお願いします。はい、ください。準備ができましたので、はい、お願いします。あ、もう こちらの方も2つずつ一気にいっちゃう感じですね。入れるんですかね。あ、もう躊躇がありません。こちら本当に混ぜるときつい飲み物となってますんで、飲み側の1ポイントも全部頑張って1つずつ、はい、時間をもうね、巻きでいってくださってありがたいですね。最後、モンスターが入ります。モンスターで、はい、元気を準備しておりま す,、はい、あ, ります。あ、ラインまで、あとちょっとだけ水入れてもらって、はい、お願いします。はい、OK、はい、です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちら味に並んでおりますが、まあトマトジュースのせいというか、おかげというか、色がほとんど同じですけども、ね、まあ色で言ったらトマトジュースなんで、はい、トマトジュースの気持ちで飲めばなんとかなるかもしれないですね。はい、大事なのは吐かずに飲むということですからね。そうですね、吐いちゃったらもう元々もないんで、はい、ゼロポイント取らないように、皆さんしっかりと開かないように飲み込んでください。はい、飲む時の注意点で一つ追加させていただきます、はい、こちら瓶に線がありますが、一番上の5ポイントまで、5ポイントの線まで、最低にも5ポイントの線まで飲まないと0ポイントとさせていただくので、はい、はい、こちらですね、こちらのラインまではしっかり飲んでください。はい、それでは、飲む側の人、各学科の瓶の目の前に立ってください。はい、
こちらコップが置いてあるんですが、こちらは水になっております。はい、それでは各学科瓶を開けてください。あ、その前に混ぜた方が、あ、そうですね、複数ジュースなんで、これない、これない、はい、混ぜてください。はい、で、そちらに置いてあるコップの水は途中で持っちゃダメですよ。はい、はい、最後に、まあ、口をゆすぐ程度で飲むものなので、飲み終わる前に飲まないようにお願いします。はい、とても美味しそうな顔してますね。匂い嗅いでちょっときつい顔しましたが、まあ、来てくれたってことは大丈夫でしょう。はい、それでは蓋を開けてください。スタンドの方もうちょっと近くですね。そうですね、吐きたいときすぐ吐いてください。それではかかったストローを瓶の中に挿してください。はい、こちらストローで飲めてな、まあ、結構きつい可能性もありますが、はい、まあ、こぼれないようにね、はい、ストローで飲んでください。それでは僕たちと一緒にいただきますのコールで飲み始めたいと思います。準備よろしいですか。それでは手を合わせてください。いただきます。いますはい、始まりました。飲んでいってください。お疲れ様、皆さん全力で飲んでいきま す。全然やはりなくならないですね。すごい頑張ります。やっぱストローだとどんな味するんでしょうか。 D 科の方は早いですね。すごい早いです。A 科の方、D 科の方はその人に並んでますね。 M 科の方はその次ぐらいですかね。そうですね、まあスピードはこの際、競争ではないので、はい、しっかり落ち着いて飲んでください。むせちゃったりするとね、もったいないんで、はい、吐いたみたいにしちゃうのでもったいないので、しっかりゆっくり飲んでください。 A 科の方ちょっと減速してますね。 D 科の方はずっと頑張って飲んでます。もうこれ飲めちゃうんですかね。実は E 科の方遅いですね。厳しいでしょうか。じゃあ、いい方々まだ薄いものなので、どんどん飲んでください。もしかしたら薄い方がまずいっていう可能性もありますけどね。いい方々とても苦しそうな顔してます。はからいように気をつけてください。はい、無理をしすぎると吐いてしまうので、ギリギリとこで止めておいてください。はい、ラスト20秒にさせていただきます。皆さん、頑張ってください、皆さん。飲めないってなったら、瓶を置いてもらって結構です。きつかったら置いても大丈夫ですよ。使ったら置いて水を飲んで口を開けてください。 D カルパが乗り切りました。おめでとうございます。残り10秒です。9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了です。拍手。あとで火を置いてください。 A カルパも飲み干してますね。飲み切ってますね。はい、皆さん大丈夫ですか。吐かないですか。ここでゲーム終わるまでに吐いちゃうと、もう0ポイントにしちゃうので大丈夫ですね。はい、大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。それではこちらから見ていきましょうか。はい、M 科 E 科 M 科、それ M 科ですね。 M 科です。はい、はい、M 科のいいですか。はい、E 科です。はい、はい、E 科の飲み物は、はい、5、10、15ポイントのところまで飲んでいるので、先ほど食材のポイントに15ポイントが加算されます。はい、続いて M 科ですね。はい、M 科の見ていきましょう。こちらも、はい、ギリギリ15ポイントのところまで飲んでいるので、先ほど食材ポイントに、あ、 M じゃないですか。2番目どこ、あ、C 科ですね。はい、 C 科です。 E 科、ね、C 科 M、D、A の順番ですね。はい、すみません、失礼しました。ではこちら C 科、 C 科のポイント、 C 科の食材ポイントに15ポイントを加算します。はい、それではそちら続いて M 科ですね。はい、 M 科はどうでしょうか。あー、これは15ポイントに達してないですね。これは10ポイントです。惜しいですね。あとちょっとだけ足りなかったですね。続いて D 科 A 科の方、はい、飲み切っているので20ポイントが入ります。拍手。はい、苦しい中全部飲み切って頑張っていましたね。はい、全員吐かなくてよかったですね。はい、全ての学科、はい、ポイントが分かったということで、ミックスジュース終了です。拍手。それでは2年生の参加者の皆さん、ネームを椅子の上に置いて退場してください。はい、体張ってくださってありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、はい、気をつけて降りてくださいね。それでは僕はこの辺で司会の方を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。